どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今日はアメリカのピザ、リトルシーザーズのプレッツルクラストピザを紹介したいと思います。生地がプレッツルになっていてユニークなピザです。で、チェダークリームソース、パルメジャンチーズ、ホワイトチェダー、そしてペパロニなどが入っています。ピザは普通に美味しかったです。ちょっと珍しい味でしたけど、そんなに最高な味ではありませんでした。でもプリッツルのクラストは美味しかったです。塩がかかっててふわふわでものすごく美味しかったです。クラストは何個でもいけますね。点数は80点ぐらいです。クラストはものすごく美味しかったです。でもピザが普通の味っていうのがちょっと気に食わないですね。ユニークでしたけど、そんなに驚くものではありませんでした。だから20点下げました。今度はどういうピザが出るのか楽しみです。リトルシーザーズのプレッツルクラストピザの紹介でした。次回をお楽しみに。じゃあね。